のまチューブ。はい、どうもー。ということで、今回の神のダンジョンは、なんとか無事、行き詰まってたところを突破しました。その先、2、3個進んでおりますね。うん。で、やっぱり、この、なんだ、破滅武器は、神話武器でレベル1000のところを、破滅武器レベル400ぐらいで、同等ぐらいな感じだったね。ほんで400ちょっとレベル上げたから、突破できたって感じかな。なんとか突破できたっていう感じ。半分以下で済むね。そんな感じでございますね。ほんで今破滅武器がこんな感じでございますね。472か472まで今上げてます。まあ500ぐらいまで上げたら次どうしようかなと思ってね。これがね、一応アクセサリーなんだけど、これがね、次、昇格ってやると、これはまだだな。これじゃなくて、こっちか。昇格。あ、アイテム超越2になってね。あ、2になってると思ったのにな。あれ、2になってんのがあったような気がするんだけど。あ、超越になってないね。あ、そう。これ。あ、これね。アイテム超越もう2は済んでんの。ガチャで出たんだね、多分ね。だから、破片とレベル上げをすれば、まあ、不滅が完成するってことだね。でも、1000まで上げたら、また、1000まで上げて、破滅にするとまたガクンって下がるんだよね、強さがね。1000まではゴンゴン上がっていくけどね。まあそういうシステムだからしょうがないでございます。じゃあ次これ狙うかね。これだね。これを破滅狙うかな。1段階下のね、神話武器でレベル700にしてとかっていうのはちょっとまだ後回しにしとこう。もしかしたらガチャで出るかもしれないからね、神話が。そうしたら別に1個前のね、やつをレベル700まで上げなくてもいいって感じですね。ガチャで出ちゃえば。ガチャで出なければ700までレベル上げて、神話にチェンジか。そういうことだね。神話の1個下のランクをレベル700まで上げて神話にしてって感じだ。ほんで神話を重ねて不滅にするっていう感じだからね。まあ、自分で言っててちょっとよく分かんなくなってきちゃったけど、まあそんな感じでございますね。さあで、はい、それでこれから次のね7-28を初なんだけどね、じゃあやってみましょうということでございますね。破滅武器でもまだギリなんだよね。もうちょい鍛えなきゃダメなんだけど、まあ鍛えるにしてもまあ楽は楽で、まだレベル400ちょっとだからね。よし、それじゃあ行ってみましょう。どうなるかな、クリアできるかな。さてどうかな。もう今までのレベルじゃ無理だった感じのもう場所でございますね。破滅をゲットして破滅をちょっと上げれたから、ちょっと上げれたっていうかね、以前よりも強さが増してきてるから、まあなんとかいけるかなっていう感じでございます。いけそういけそう。で、あとはこのカードの出方よね。出方で、こ
願いします。出方でどうなるかに、なんかちょっといまいちだな。強さのバフがかかるやつがなかなか、炎が来てほしいね。うん、あ、いけるいける、いけそうな気がする。これはこれです。行こう。うん、今のところ危なげないね。力強い突進、突撃、オッケー。うわー、ダメだな。強さのバフがかかるやつが出ない。で、どうだ、水の爆破、オッケー。あ、炎が出た、オッケー、いいよいいよ。8、ステージ8、あ、囲まれちゃうんだよな、これな。あ、危ない、あ、危ない、硬いのが出た。おし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 、8まで行こうか。はい、シールド破壊、オッケー。あ、また炎が出た、オッケー、いい感じよ。いけるね、オッケー。よし、ここまで来ちゃえば次ボス戦だから一回ダウンしても倒せると思う。さて、どんなボス、どんなボス、どんなボス、どこにいる、どこにいる、痛い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 、あ、これか、あぶね、あ、オッケー、いけるね、いけるいける、もうちょい先までいけるね。いいね、不滅武器いいね。よし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 、いいよ、確実に不滅の効果が出てますね、強さに。はいはいはい、オッケー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 。うん、ほんでランキングもね、31位になってます。うん、じわじわと上がってるっていう感じかな。ほんで不滅武器のレベルアップに必要なコインスもまだ大したことないと上げられるっていうことでございますね。前回のあの神話のレベル1000までいっちゃうと、もう結構な額必要だったのよ。うん、そういうのがありがたいよね、新しい武器手に入れると。はい、ということで、無事、不滅武器で新ステージを突破できました。新ステージっていうかね、あの今チャレンジしてるステージを突破できました。ほんで次はここをチャレンジっていう。1600台になったな、敵のレベルが。うーん、まあ、なんとかなるかな。まあ、ゆっくりやっていこう。うん、そういうことでございます。じゃあ今回の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうね。ノマチューブ。